皆さんこんにちは、ズキニットです。今回は、100円ショップに来ましたら、こんな素敵な糸を見つけましたので、輝いてますね。こんな糸でちょっと試し編みしてみました。こんな感じでちょうどなんか襟にいいかなっていう感じのものができましたので、リボン通してちょっと見てるところなんですけど、こんな感じで、付け襟編んでみようかなと思ってます。100円ショップに売ってましたので、1玉100円、110円で買える糸ですね。こちらの方にね、標準の、針は4号針がいいですよって書いてありますので、私もちょっと4号針で使って編んでみようかなと思います。はい、それでは、お道具の紹介をします。と、かぎ針ですね。かぎ針は4号使います。からとじ針、ちょっとね、細めのとじ針にしました。それから、マーカーです。ナスマーカーです。ハサミですね。それからですね、リボンなんですけれども、サテンリボン、ラッピングリボン、1センチ幅ぐらいのもので、よろしいと思います。私はですね、100円ショップで、5色で、ワンセットっていうものを購入しました。でこんな感じでちょうどなんか幅もいいかなっていう感じがしてます。で手芸コーナーの方じゃなくてラッピング系の方のコーナーに売ってたような気がします。でこんな感じでちょっと試し編み編んでいるんですけど、この、へこんでるところまでで、だいたい7センチぐらいのようです。で、長さ出てるところで、8センチぐらい出てます。こちらは、へこんでるところは7センチぐらいあります。で、ここの幅がですね、一模様が、だいたい3センチでぴったりと、来てる感じですので、これからやってみようと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、それでは作り目から編んでいきたいと思います。はい、そうしましたら、かぎ針を後ろから添えまして、針先を下にくるっと回します。そしてこの交差しているところをつまんで、手前からかけて出します。はい、この次から数を数えていきます。全部で109目の作り目にしてみることにしました。3目4目5目6目7目8目こんなふうに数えていって109目の鎖目を編んでみましたよ。はい、そうしましたら立ち上がりの一目がいりますので同じように鎖目します。でこの裏山の方ですね、表こんな感じで裏側にこうポコポコしたとこあるんですけど、一番上のポコから次のポコ、2番目のポコですね、ここに針を入れて糸をかけて、で糸をかけて引き抜く、こちらが細編みになります。で最初の細編みにこのようにね、何か印を入れとくとこの後分かりやすいかなと思います。はい、そうしましたら一目一目ですね、隣の裏山にも針を入れまして、糸を引いてきてかけて引き出す、こんな感じで細編みを編んでいきたいと思います。はい、隣の裏山に針を入れてまたかけて引き出します。針を入れてから糸をかけて抜き、また糸をかけて引き出します。こんな感じで一目一目ですね、こう裏山取るとこう裏がこんな風にね、綺麗にね2本残る感じになりますので、美しくなると思います。こんな感じで編んでいこうと思います。
一目ね、隣の目に針を入れてっていうところがね、こう大変ではあるんですけれども、ここ細編みでね、一目一目ぐーっと、はい、最後まで編んでいきます。はい、109目の細編みが編みました。はい、このあと2段目です。鎖3目で立ち上がります。そしたら裏にひっくり返します。こちらが表になるんですね。次に1目鎖目を編みまして、今度ですね、この長編み編むんですけど、糸かけましたら足元の隣の隣、そこに長編みをします。足元の隣の隣です。ここに長編みを編んでいきたいと思います。2ループずつ引いていきます。1目鎖目を編みましたら、同じところに長編みです。2ループずつ引いていきます。1目鎖目を編みましたら、今度は1目飛ばしたところに長編みです。2ループずつ引いてます。はい、2段目はこのようにしていこうと思います。鎖目を編んで、1目鎖編んで、長編み、鎖、長編み、鎖、長編みときましたよ。鎖と長編みが交互に来てる感じです。鎖を編んで、次1個飛ばしたところに長編みを編みます。はい、そしたら次鎖目です。で、次の長編みは足元のさっきと同じところに長編みを編みます。で、次も鎖目なんですけど、その次の長編みは1個飛ばしたところ、隣の隣、ここに針を入れまして、2ループずつ引いてきました。これで2模様目ができたことになります。こんな感じで模様を編んでいきたいと思います。1目鎖目を編みましたら、1個飛ばしたところに長編みです。1目鎖目を編みましたら、同じところに長編みです。鎖目と長編みが交互ですので、ちょっと分かりやすいかなと思うんですけど、いかがでしょうかね。鎖目を編みましたら、今度の長編みは1個飛ばしたところに長編みになります。はい、こんな感じで3模様ができまして、同じような感じで続けてきました。はい、最後のここに来ました。最後のところ、印さっき入れたところに長編み編みましたよ。はい、このような感じで2段目が出来上がりました。全部で27模様あると思います。1目立ち上がりました。そうしましたら、この中、この V の中ですね、ここに長編みを編んできます。また同じところにですね、長編みを編んできます。そしてまた同じところに長編みを編んできます。これで全部で3本長編み編んだんですけど、あと2本編みます。同じところです。ですから、全部その V の中に、5目の長編みを編むことにしました。はい、そうしましたら、前段の長編みの頭のここの部分に、細編みを編みます。これが3段目の1模様分になります。次も同じように V の中に、5個の5本の長編みを編んでるところです。5本の長編みが編めましたら、ここのところに細編みを
編んでいきます。前段の長編みの頭になります。はい、こんな感じで2模様目ができました。繰り返していきます。同じように、Vの中のところには5本の長編みを編んでいるところです。4本目を編んでます。5本目を編んでおります。はい、細編みです。3模様目が編めました。こんな感じで繰り返して編んできましたよ。でここ最終の模様のところに来ました。同じようにですね、この V の中に長編みを5目編んでいるところです。はい、そして前段の鎖下から3目目のところに針を入れて目を割って最後細編みにしてみました。はい、これで3段目ができました。はい、続きまして4段目です。鎖目の立ち上がり3目とあと模様編み分の2目鎖を編んで合計で5目の鎖目としました。この中に細編みにしました。次は鎖を2目編みます。で長編みです。鎖を2目です。細編みです。あ、鎖を2目です。長編みです。鎖を2目です。細編みします。鎖2目です。長編みです。繰り返して編んできました。鎖2目です。最後は長編みで終わりにしました。はい、これで4段目が編みました。鎖目3目で立ち上がり目です。そして1目鎖目を編みました。合計で4目の鎖を編みました。そうしましたらここの部分にですね長編みを編んでその後ですね鎖2目を編んでいきます。で同じところに長編みを1本編みます。鎖目1つを忘れないようにしてください。で長編みを編みます。で5段目はこのような模様にしてみました。1模様目が編めたところです。1目鎖を編みましたら長編みを編みます。上に出てますのは2本の編み目地付き号になります。2目の鎖目を編んで同じところに長編みを編んでます。鎖目1つを忘れないようにしてください。はい、長編み目です。はい、2模様が編めましたところです。1目鎖目を編み長編みを編んでます。2目鎖を編みますよ。そして同じところに長編みです。2ループずつ取ってますよ。1目鎖目を編みそして長編みを1本だけ編んでます。これで、3模様目が編めたところです。この模様の繰り返しにしました。はい、繰り返し編んできたところです。最終の模様を編んでいるところに来ました。同じように長編みを編みましたら鎖を2目編んでいるところです。そしてまた同じところに長編みを編んでます。最後も1目鎖を忘れないようにしそして長編みを下の段の3目目鎖3目目のところの目を割って長編みを編むところになります。
はい、1目立ち上がり目を編み、ひっくり返したら足元に細編みします。6段目です。で、この V の中にですね、長編みを3本まず編み入れます。はい、これで3本目の長編みを編みました。が、今度は鎖目を1目編みます。それからまた同じところに3本の長編みを編んでいきます。1本目、2本目、3本目です。ですから全部で6本の長編みが入ることになります。6段目の編み始めに何か印をつけておくと良いかと思います。ちょっとここ分かりにくいので印つけておくと後で分かりやすいかなと思いますので、つけとくといいと思いますよ。こんな風につけておきました。で、次は細編みです。日本では一般的に細編みの記号というのはこうプラスで書いたりしてるんですけど、バッテンで書いてるもうたくさんありますので、3本編みましたら鎖を1目編みます。そしてまた同じところに、長編みを編んでます。3本編んだら1目鎖を編み、また3本の長編みを編むという模様を編んでみてます。で、今は細編み中です。2模様目が編めましたところです。はい、3模様目も同じように長編みを編んでいます。1本目編みました。2本目編んでます。そして3本目の長編みを編みましたら1目の鎖目を編みます。同じところにまた長編みを編んでます。長編み、全部で5本目編んでます。で、最後で6本目の長編みを編んでるところです。細編みを編みます。このような要領で、6段目は最後まで編んでいこうと思います。はい、6段目繰り返してきました。6段目最後の模様のところに来ました。はい、同じように長編みを編んでいるところです。糸をかけて入れて引っ張って2本取り、2ループ通す。また同じように長編みを編んでます。1目鎖を編みましたら同じところにまた3本の長編みを編んでいるところです。はい、最後は下の鎖3目のところに針を入れて細編みを編むところです。6段目は編めましたところです。鎖目を3目編み、そして模様の分の3目を編んでます。全部で鎖目6目を編みました。はい、ここの空いてるところに側に細編みになります。鎖3目です。長編みです。鎖3目編みましてから細編みです。鎖3目編みましたら長編みを編みます。はい、2模様目が編みましたところです。こんな感じでぐるっと編んでいきたいと思います。
はい、7段目最後のところまで編んできました。はい、鎖を3目編みます。はい、先ほど印の入れといたところにね、長編みを編みます。印入ってますので編みやすいと思います。7段目が編みましたところです。立ち上がり3目と1目の鎖で合計4目の鎖目を編みます。8段目になってます。ひっくり返しましたら、向こう編みのところの頭のところに長編みをまず編み入れます。その後鎖を3目編んでいきます。 1,2,3 目です。で、同じところに長編みを編みます。はい、それから鎖1目を忘れないようにしてください。こんな模様にしてみました。8段目はこんな感じで編んでいこうと思います。こちらのところですね、長編みを編みます。長編みの頭のところに長編みを編みます。はい、鎖1目を編んで、こちらに長編みを編みます。鎖が3目になります。 1,2,3 また同じところに長編みを編みます。そして鎖目を忘れないようにしてください。長編みの頭に長編みを編みましたよ。はい、2模様目が編めましたところです。3模様目いってます。鎖編んでから長編みです。この後鎖は3目にしてます。そして同じところに長編みを編みます。鎖を1目編んで、そして長編みを編んでいます。はい、このような繰り返しで3模様が編みましたところです。同じ要領で8段目の最後まで来ました。同じように鎖目を編んで長編みを編んでるところです。鎖を3目編みます。また同じところに長編みを編みます。鎖目を1目編みます。下の段の下から3目目の鎖の目の中に針を入れて長編みを編んでます。はい、1目立ち上がり編みまして、ひっくり返してから細編みを足元に編むところです。9段目になります。 V の中に今度は長編みを4本編みます。1本目、2本目、3本目の長編みを編んでます。で、4本目の長編みを編みましたら鎖目を1目編みます。また同じところに4本の長編みを編んでみました。2本目です。3本目編み中です。そして4本目です。ですから全部で8本の長編みが入っていることになります。今回は鎖なしでこのまま細編みにしてます。9段目は
細編みの後長編みを4目し鎖目1目長編みを4目して細編みです。この模様を繰り返していこうと思います。 V の中に長編み目を1本目編んでます。2本目の長編み目を編んでます。3本目の長編み目を編んでます。4本目を編んでます。鎖目を1目編みます。同じところに長編み編みます。全体としては5本目になります。6本目になります。7本目になります。8本目になります。はい、そこで細編みです。2模様目ができましたね。このような感じで3模様目もできました。同じような繰り返しで編んでいこうと思います。はい、9段目の途中なんですけれど、なんとですね、糸がちょっと切れそうなんですね。はい、先ほどね100円で買ってきた糸1玉を使い終わるところです。で、糸の足し方、糸替えの方法についてご紹介させていただきたいと思います。今ですね、こちらが裏側になるっていうふうに考えている作品ですので、こちら側にですね糸が来るようにこのようにかけます。そして新しい糸を引き出しました。あとはですね、この端っこの方を押さえた感じにして続けて普通に編んでいただきたく思います。長編みを編んでます。で、少し編み終わったらこのようにね行ったり来たりしながら、こちら側が裏側ですのでとじ針で向こうに糸が見えないように閉じていってください。はい、で9段目編み終わったところです。このように編んできました。はい、10段目に行きます。1目立ち上がりましたらひっくり返しまして、こちら表側なんですけど細編みを編んでます。はい、この後ですね鎖目を3目編みまして、この段最終段になります。下の段の長編み3目目のところに細編みを編んでます。下の段の3本目のところの頭に入れてます。鎖を3目編みます。今度はこの側にこの穴の開いているところに細編みを編みます。細編み編んでから鎖3目編んで、そして細編み編んで鎖3目細編みです。鎖を3目編んでます。今度はこの2本目の頭に細編みを編んでます。そして鎖目を3目編みます。この後は下の段の細編み編んだところに細編みを編んでます。10段目このような、ね、編み方にしてみようと思います。また鎖目を3目編みます。そうしまして長編み3本目のところに細編みを編んでます。また鎖目を3目編んでます。側に細編みを編みます。また鎖目を3目編んでます。そして今度は2本目の頭に細編みを編んでます。はい、また鎖目を3目編んでます。
前段の細編みの頭に細編みを編んでます。はい、2模様目ができたところです。ただいま最終段を編んでます。もうちょっとです。はい、10段目の最後のところになります。3目編みましたら側に細編みを編んでます。3目編みましたら長編み、こちらから2本目のところの頭に細編みを編みました。また鎖を3目編んでます。そして最後の細編みの頭、こちらに細編みを編みます。はい、これで最終段の方は編みましたところです。糸まだついてます。ここの巻いたて部分をね、編むときに使おうかなと思います。両方ともね、ありますのでね、両方とも表側を見て編むと美しくなるかなと思います。ではこっちから編むっていうことですね。で、糸まだついてますので、こちらのね、糸を続けてこのまんま巻いたて部分の方に編んでいこうと思います。はい、鎖目1目しましたら細編みです。巻いたて部分の縁を編んでます。1目鎖目を編みましたら細編みを編みます。1目鎖目を編んだら細編みです。そして1目鎖目を編みましたら細編みを編んでます。このような鎖と細編みの繰り返しを編んでみました。細編み中です。鎖編みます。細編み編んでます。鎖編んで細編みです。鎖です。細編みを編んでます。鎖を編んで細編み編みます。最後に鎖ちょっと編んどいてくださいね。で、このままぐーっと糸引っ張ってハサミで糸の方を切ります。そうしまして、とじ針にこの糸を通していこうと思います。糸始末中です。鎖目がつながっているようにこう見えるように閉じてます。あと裏にね、糸を通して表から見えないように数センチこう中にこう縫い込みましたら、編み地を切らないように糸を切って糸始末が終わります。はい、片方が出来上がりましたので、もう片方いきます。はい、もう片方の巻いたて部分を編んでるところです。縁編み中です。はい、同じ要領で鎖目と細編みを編んできてます。鎖を編んで細編みを編んでいます。鎖を編んで細編みです。鎖を編んで細編みを編んでいます。編み終わりましたら、こちらも鎖目になるようにいつもの糸始末をしてます。
そして1センチ幅のですねリボンを用意していただいて、指でこのように通していきますと、まっすぐ出来上がりになります。この通しづらかったらゴム通しなんかもいいのかななんて通してて思いました。よかったらやってみてください。こんな感じで指でも通せます。はい、このように通していきますよ。ぐるっと可愛いのでね、ぜひやってみてくださいね。はい、リボンを縛りましたら完成します。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。また見てね。あずきニットでした。